ロバート・マーティン・ウォールは、アメリカ合衆国バージニア州フェアファックス郡、スプリングフィールド出身のプロ野球選手、宇藤右打ち。MLB のロサンゼルス・ドジャース参加所属。2010年の MLB ドラフト39巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名されたが、この時は契約せずに、ミシシッピ大学へ進学した。2013年の MLB ドラフト5巡目で、 オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで、プロデビュー。A-9 バーモントレイクモンスターズでもプレイし、2球団合計で10試合に登板して2セーブ、防御率4.15、28奪三振を記録した。2014年は、A 級ベロイトスナッパーズと A 級ストックトンポーツでプレーし、 二球団合計で29試合に登板して0勝4敗、4セーブ、防御率4.89,62奪三振を記録した。2015年は A 級ミッドランドロックハウンズでプレーし、24試合に登板して2勝0敗4セーブ、防御率4.18,36奪三振を記録した。2016年は A 級ストックトン、AA 級ミッドランド、 トリプル A 級ナッシュビルサウンズでプレーし、3球団合計で45試合に登板して1勝1敗14、セーブ、防御率2.65,65奪三振を記録した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は開幕をトリプル A 級ナッシュビルで迎え、5月3日にメジャー初昇格を果たした。 同日のミネソタツインズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは7試合に登板して防御率4.708奪三振を記録した。オフの11月20日に40人枠を外れマイナー契約となった。2018年7月21日にジェウリス、ファミリアとのトレードでミルトフィー、インターナショナルボーナスプールと共にニューヨークメッツへ移籍した。移籍後は 参加の AAA 級ラスベガスフィフティィテワンズへ配属され、8月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年メジャーでは7試合に登板して0勝1敗、防御率10.13、7月三振を記録した。2019年1月5日にキーオンブロックストンとのトレードでアダムヒル、フェリックス・バレリオと共にミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。 この年はシーズン前に右膝の手術を受けたため全休した。2021年6月30日にアーロン・アシュビーのメジャー昇格に伴いディエフェとなった。ブルワーズからディエフェとなった同日にウェーバー工事を経てロサンゼルスドジャースへ移籍した。移籍後は参加のトリプル A 級オクラホマ式ドジャースで2試合に登板した。7月13日にジミー・シェフィーの加入により、 DF となり、同日中に自由契約となったが、15日にマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。